相変わらずですね、インボイス導入に、まあ、反対みたいなことをやって、なんか国会議事堂の前でですね、デモとかやってるバカどもがいるんですけれども、本当暇人だなお前ら。ちゃんと働いて税金納めろやって思いました。こいつらがデモやるおかげで、デモやってね、政権の人気がですね下がるかもしれないってことで、広報に財務省の予算が使われるわけですよ。何十億も。おめえらのせいだよ。マジで頭のちょっと弱い人たちがですね。わーわー騒いで、それを収めるために広報宣伝費がかかってくる、広報費がですねかかってくる、お金がかかってくる、その負担をしてるのは我々ですよ。なんであんたたちのためにこんなことしなきゃいけないんだって思いますよね。僕はインボイス導入に賛成しませんみたいな言ってんだろ。結局税金を納めたくないだけじゃん。俺だって本当は納めたくねえよ。だけどさ、社会がちゃんと回っていくためには税金耳を揃えて納めましょうよってこと。